人間の感情というのは自然と同じで、見えないんですね。でどんなに親しい人でも、その人のその内面というのは、見えるようで見えないんですね。はっきりつかみようがないわけです。ですからこれは大自然と同じように、まあ、畏敬の念を持って接しなきゃいけないもんだっていうふうに、まあ、感じるわけです。でその自然と、人の心というものを同じく考えた場合に、小説の中にそういったことがすごく生かされているというふうに思うんです。または物語の中にですね。でそれらが源氏物語になったり平家物語になったり伊勢物語になったり、古典の文学の中に生かされていて、それらがまた漆器の意匠となって生かされているわけです。そしてその漆器の意匠を見た時に、人はその物語を連想することによって、その人が何が言いたいか、もしくはその人は何を大事に生かされているか、まあ、生きているかということを考える一つのツールとして蒔絵や漆器を捉えることができるというふうに考えるわけです。六条の御息所は源氏物語のストーリーの中で確か27年間くらい生きていたという、主役格にも匹敵するような、長い登場期間があって、その中で、生きている間はといいますか、普段は、とてもいい人、物分かりのいい人でとてもいい方なのに、自分がその寝てしまうと、自分の体から幽体離脱した自分の悪い心が、人をを呪い殺してしまうような、ことをしてしまうという、まあ、人間の、そこに何て言いますか、本性といいますか内面性があって、どんな人も多分そうなのかなっていうふうに、でこれは永遠不滅のテーマだと思うんですね。現代人も、確かにそういう部分があるんじゃないかって、私にもそういうところがあるわけで、それと今の自分のそのダメだと思う気持ちをどういうふうに、いさめて、バランスをとっていくっていう、ここが非常に重要なポイントなんですね。でそういうことのために物語っていうのは存在していて、人の心の拠り所となるわけですね、その、物語自体が。